はいどうも、谷口です。よろしくお願いします。今日は2次関数の平行移動について見ていこうと思います。平行移動のやり方は主に2つあるので、今回はその2つのやり方について見ていこうと思います。それでは、早速やっていきましょう。まずは復習からやっていきましょうか。前々回だったかなこういうことやりましたよね。 y イコール a の x マイナス p の2乗プラス q のグラフ。このグラフっていうのは、こいつを x 軸方向に p, y 軸方向に q だけ平行移動したグラフだったね。この中学校の時にやった Y イコール a, x の2乗のグラフを p, q というふうに平行移動して得られたのがこの2時間スだっていう話をしてたね。でここで 平行移動で A は変わってないよね。一つ頭に置いといてほしいのは平行移動で A は普遍なんです。平行移動で A は普遍。変わっているのは何かっていうと、ここだよね。頂点が P、Q だけ動くと、 このようになるわけでしょ二次関数の平行移動では、頂点の移動を考えろというのが、まず一つ、鉄則になります。これを踏まえて、30.1の問題をやっていくことにしましょう。さあ、問題30.1。放物線 y イコール x の2乗マイナス 2x 足す4を、x 軸方向に1、 y 軸方向にマイナス3だけ平行移動して得られる放物線の方程式を求めよう。こんな問題やってみることにしましょうか。ここまいきます。まずさ、このグラフ、ちょっと書いてみようか。前回、平方完成というものをやったよね。詳しくは第29項を見てください。このままだとグラフが書けないから、 頂点が分かる形に変形しましょう。半分を連れてくるんだったね。x-1 の2乗。展開すると1が邪魔だから1を引こう。4はそのまま連れてくる。一応二重線入れとこうかな。この二重線はこのように変わるんでした。4と -1 をくっつけて このようになると頂点は1コンマ三だねいいねじゃあ図を書いてみようかここでは自分でこうやって座標軸を取るんだったねでこれは28項だったよね28項でやったよねまず頂点を取るここ1が隠れてるよね 1>, 1は正だから下に凸の放物線だからここに頂点があって下に凸となるような放物線を書きますこんな感じかな。x 座標が0の時 y は4だからここは4だねこの放物線を書くとすればこんな感じの図になりますいいねさあ何をするかっていうとこの白で書いた放物線を X 軸方向に1、Y 軸方向にマイナス3だけ平行移動したいんだよね。で、こっち見て、こっち。これ、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 これ。平行移動で A は普遍だったよね。平行移動でこの1は普遍なんだよ。そこで、頂点がどこに動くかを見ていくことにします。 一応まとめとくね。頂点はどこに動くかっていうと、X 方向に1、Y 方向にマイナス3だけ平行移動したわけだから、X 方向に1増えて、Y 方向に3だけ減ったってことでしょここに来るよね。計算すると2コンマゼロになります。ということは、移動後の頂点が2コンマゼロ そして、A は普遍だから、求める放物線の方程式は、A はそのまま連れてくる。頂点の座標20を使って、このようになって、これが答えになります。よろしいでしょうか。それでは、次の話に入っていくことにします。はい。今、僕は、 二次関数の平行移動は頂点の移動を考えるといいよっていうふうにして回答を作りました。で、実は有名な言い方がもう一つあって別に頂点以外の点を平行移動させてもいいんじゃないですかね。別解として頂点以外の点を平行移動させるということに着目して 回答を一つ作ってみようと思います。別っいきます。ここまで行きましょう。はい。別っいきます。さっきは、頂点をウィンガシャウィンガシャと平行移動させたんだけれど、頂点以外の点に着目しています。移動前の放物線上の点を、ラージエッ x, スラージ e y とする。こいつを、ウィーン。 ウィーンとプラス1、マイナス3平行移動させて、新たに X コンマ Y という点に移ったとしましょう。この点の移動に着目して、この黄色の放物線の方程式を立ててみることにします。まず、丸一乗の点をラージ X, ラージ Y と置いてみることにします。はい。こんな感じ。 で、この、ラージ X コンマラージ y を、x 方向にプラス1、y 方向にマイナス3、平行移動させるわけだよね。はい。この点を、これね、この点を、x 方向に1、y 方向にマイナス3だけ平行移動した点を、x,y コンマという風にすると、この、 Large X, Large Y と Small X, Small Y にはこのような関係が成り立ちます。いい見ててね、見ててね、見ててね。はいこんな感じの式が得られますね。X 方向にプラスの1、Y 方向にマイナス3だけ平行移動するとこいつらが得られるということですよ。 これ、ラージ x とラージ y について解いてみます。見ててね、見ててね、見ててね、見ててね。はいこんな感じになるね。いいね。これってさ、そもそも、丸一乗にあったわけだから、いい通るんだよ。丸一は、ラージ x, ラージ y を通るんだよ。通ると言われたら、 代入したくなるよねい,いね通ると言われたら代入したくなる関数分野の鉄則です。これを丸一に代入するとこのようになります。ちょうど Y が座っていたところにこの子を代入したイメージ。X が座っていたところにこの子を代入したんだね。そうするとこのように なりますいいでしょうかちょっと展開してみるねこのようになって y= イコールについて整理してみるねこうなるよね因数分解すればほらほらさっきと同じ式が出てきてゴールですよよろしいでしょうか今日まず前半で2次関数の平行移動は頂点の移動を考えるといいよっていうのを説明したんだけれど 二つ目のやり方として、こういうやり方があります。今ね、y イコール ax の二乗足す bx 足す c。この二次関数を、x 軸高校にプラスの p、y 軸高校にプラスの q だけ平行移動した二次関数は、見ててね、見ててね。はいこんな感じ。こんな感じになります。 x 軸方向にプラスの p, y 軸方向にプラスの q だけ平行移動した二次関数の移動後の放物線はこのような形になります。y が y 引く q に変わって x が x マイナス p に変わったよね。平行移動は x を x x-p に差し替え、y を y-q に差し替えすることによって移動後の放物線を求めることもできます。これを踏まえて3 0に見ていくことにしましょう。はい、じゃあ今日の最後の問題です。 放物線 y コール x の2乗マイナス 4x プすス2を x 軸方向に a だけ平行移動したら点0,0を通るようになった。この時 a の値を求めよう。こんな問題をやってみることにします。で、やり方が2つあったね。平方完成して頂点を動かすか。それか、差し替えという技術を使って平行移動後の放物線を出すか。 まあ、やり方二つやったんだけれど、せっかくなんで、この問題は、後半で説明したやり方2を使って解いてみることにしましょうか。はい。じゃあ、30点にやっていくことにします。この放物線を、X 軸方向に A だけ平行移動させるわけでしょこれ見て、これ見て、こ,これ見て。これ見て。今回、Y 軸方向の移動はなしだね。X 方向に プラス A 平行移動させるわけだから、x を x 引く a に差し替えれば、平行移動完了なんじゃないかないいね。x を x 引く a に差し替えします。はい、このようにだね。x が x マイナス a に変わったよって。これね 1> 丸1は0コマ0を通るわけだから、ね、通ると言われたら代入したくなるよね。00を代入すると、このようになって、このようになります。大丈夫解の公式っていうのがあったよね。ちっちゃくてごめん。解の公式はこんな感じだったよね。 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス4倍のこれかけこれなんでこうかな。いいね。で、あとは計算やってください。マイナス2プラスマイナスルート2となってゴールです。よろしいでしょうか。はい。本日は2次関数の平行移動について勉強しました。 平行移動のやり方は2つ頂点が分かる形に変形して頂点を平行移動させるかそれか今やったみたいに差し替えという技術を使って平行移動するかのどちらかですねこれ問題によってどっちが使いやすいかというのがあると思うので人それぞれあると思うので問題に応じて使いやすい方を選択してくれたらいいかなと思いますチャンネル登録グッドボタン よろしくお願いしますお疲れ様でした